お疲れ様です。にわひでチャンネルのひでです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回はですね、機械の整備用にオイルレス式の小型エアコンプレッサーをかなり前に購入しました。で、仕事の方がですねかなり立て込んでおりまして、なかなかねお披露目することがなかったんですけれども、今日やっと開封して、実際にね使ってみたいと思います。チェーンソーとかね刈払機の掃除用で買いましたので、どんな感じかねちょっと簡単ですけれども、見てみましょう。それでは動画の方スタート。
お疲れ様でした。小型のね、オイルレスエアコンプレッサーいかがだったでしょうか。使ってみた感じではですね、やっぱりタンクのね、容量が30リットルと小さいのでね、すぐにモーターの方がね、稼働するような感じでした。ただ置き場所ですとか金額のことを考えると、もう私にとってはね、十分です。機械も綺麗になりますし、音がね、静かなんですよ。もうちょっとモーターのね、音大きいかなと思ったんですけれども、音はね、静かでしたね。逆に吹いてる時のね、プシュープシューっていう音の方が、狭いとこだったりすると反響するんで、そちらの方のが逆に気になったかなっていう感じです。今回はね、すごくいい買い物をしました。本当はですね、独立開業した時にもすぐにでも購入したい機械だったんですけれども、いかんせん大きさが大きさなもんでね、置き場所が定まらずにここまで引っ張ってしまいました。決め手はね、やっぱり箱ですね。外に置くんでね、箱が決め手でした。シンデレラサイズ、まさに箱がね、コンプレッサーの購入を決定付けたという次第でございます。本日はこのあたりで失礼したいと思います。このチャンネルではですね、51歳で独立開業したおっさん庭師の日常を作業風景を中心にゆるい感じでお届けしております。この動画を見てくださった方で、面白いなとか役に立ったなとか、このおっさんの波長にね、なんだか妙に合ってしまったなと自覚をお持ちの方、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。またですね、コメントや評価、グッドボタン、こちらの方も大変励みになります。そちらも合わせてよろしくお願いいたします。